肉親チャンネル始まるよ。財布、携帯、よし。じゃあ出発しまーす。はい。はい、皆さんおはようございます。菊人チャンネルです。いつもご視聴ありがとうございます。ついにね、 SSTR の日がやってまいりました。現在時刻は4時1分。岩手県のね、自宅を出発したところです。日の出がね、5時半ということで、仲間たちと、出発はね、宮城県の気仙沼港ですね、こちらを出発したいと思っています。そのためにね、ちょっと向かってます。距離がね、50キロぐらいかな、あるので、今で集合場所で仲間と集合していきたいと思います。で、まず SSTR とは何ぞやというところから、また知ってる人もいるよっていうこともあると思うんですけど、説明します。サンライズサンセットツーリングラリーの頭文字なんですけども、太平洋側を日の出とともに出発して、夕方日本海に太陽が沈むというまでに、金沢県じゃない、石川県の、羽咋市かなの千里浜渚ドライブウェイ、こちらの方にねゴールしようというイベントなんです。で、出発地点の、場所なんですけど、ま、日本海側と反対側の海、太平洋もしくは瀬戸内海とかも OK なのかなっていうところを、出発します。任意の地点なのでどこでもいいんです。だから、まあ、近いって言ったら名古屋のあたりだと近いかな、そこら辺だと近いですし、僕らみたいにね、宮城県岩手県ってなると片道やっぱ700キロ800キロ走るわけですよ。うん。で、今回はなんとできるだけ下道、できることなら最後まで下道、ね、ナビの時間上ぴったり12時間ぐらいなんで、計算上はいけるんです。計算上はね、ただ実際やっぱり道路が混んでたりとか、昼走るわけですからっていうのもあって、うまくはいくかどうかっていうのがちょっとお楽しみですね。やってんのかな。やってるね。ボタン設計みたいなやつかね。うん、よいしょ。現金の対応がよろしければ確認ボタンを。よし、満タン。キッチキッズまで入れたから、これで、まあ250、山形までは走れるわ。ああ、これは全部マグロ漁船の基地なんだね。そうだよ。よしと、すげえキラキラしてる。うん、だここにしたのだから。うん、なるほど。うわ、タクシーいるじゃん。うん、まあいっか。降りてきたのかな。うん、何が一番乗りだわ。ねえ、うん、30分になったね。はい。はい。一応送信完了。明るくなってきた。うん。それで、おお、本当だ。行くぞー、行くぞー。行くぞ。グラグラ感が。千里浜で会いましょう。また。
アノンボールですからね、ここからと、うん、個人もう個人戦になるの、ここからじゃあ個人戦ね、面白いね。いい音楽が流れてますね。よし、岩手県に突入。本日2軒目、下2軒目行きました。すごい、初めて来たわ、岩手県。じゃあ行きますよ。はい、はい、じゃあチェック完了。じゃあ次は道の駅川崎です。はい、はい、意外と点々とあるんですね、ポイントが。そうそう、指定道の駅だからこれで3ポイントか。3ポイント、うん、本当に意外ですよ。これ川崎車だけポイント増えるとかないですか。うん、川崎は2倍だよ。あ、本当。うん、もうゴールしたよ。もう。よし、道の駅川崎。か。川崎駅。このカーブを曲がると、うん、山形県3軒目。山形県、山形県。何そのテンション。山形県テンション上がる。はい、現在地は山形県の尾花沢というところにね、来ています。ちょっと峠道を走って、来ました。今ね、宮城県、岩手県、宮城県、山形県ってとこですね。これから、新潟県、富山県、石川県という順番で走っていく予定です。バイクいっぱいいる。ライダーいっぱいいる。いるじゃん、ハーレーばっかりじゃん。おい、自由する。ちょっと行ったところにすぐあるから、道の駅。オッケー。オッケー。はい、左です。ね、はい。ね、朝日町？朝日町？あ、いいんだな。はい、はい、はい、新潟県関川村。その前方走ってるバイクはカブとかじゃないですか。うん、カブ走っちゃダメなんじゃないかい。ピンクナンバーだよね。ピンクナンバーダメなんじゃないかい。ダメだと思うよ。うん、電気が つきましたか。まだついてないでしょ。あ、まだついてないので、じゃあまあ40キロは大丈夫。たぶんね、柏崎で給油して、うん、いう予定です、今のところ。はい、おぎろうって書いてる。避難用具のおぎろう。
あー、はしごなんですか。なるほど、逆なんだね。登ろうじゃないんだね。在時刻は2時ですね。場所なんですけど、こんな感じ。柏崎、新潟県柏崎を過ぎて残り216キロですね。5時半なのであと3時間半で216キロを走れるかというと、実は走れない、そんな時間帯に来ています。どうしてもここら辺ね、街が続くんですよ。深夜とかだったら1時間にね50キロぐらい、40キロ、50キロ走れるかもしれないですけど、どうしてもこの時間だと1時間に走れる距離が30キロぐらいになってきました。なのでちょっとね、そろそろ給油をして高速道路に乗ろうか、諦めようかと、ゴールのために、ゴールに間に合わせるために、一般道で行くのをちょっと諦めようかと思ってます。あとね、日が1時間半ぐらい長ければいけるですね。5月とかだったらいけるけど、やっぱりこの10月はね、ちょっとやっぱ厳しいですね。残念ですけど、そんな感じになるかと思います。おー、日本海が見えてきました。ついに最高の天気ですね。今日はね、日本海に沈む夕日を見れるんじゃないでしょうか。すごい楽しみですね。うわー、水平線が丸い。コラセのどこ行って、来てますね。行きますよ。はい。あ、2番手、さ、2番手行って、ボボボボ、危ねえ危ねえ。だから高速に乗ると、誰か GoPro の電源を入れた音。あ、私です。会ってくれたんだね。七尾金沢市街、能登里山街道方面。さあ、能登の能登半島のあの付け根に入っていくよ。転ばないようにね。間もなくフィナーレです。すごい、バイクがいっぱいいる。白バイだよね。今回本物だよね、多分ね。さあ来ましたよ。到着ですよ。みんな左にウインカー出して。PC、さっきとは違うのか。また乗ってきたか。うん、そうね。油断させる作戦なんです。おお、あっちからもゾロゾロと。うわー、来てるー。
下りね。あ、本当だ。うん。じゃあ十里浜。転ばないようにね、気をつけてみんな。砂浜だからさ。そうですよね。うん。砂浜はいいんだけど、砂浜の前に砂出てっから。怖っ。多分キシンさんのクマ多分見て今あーって言ってましたよ、うん、多分行きますよ、転ばないようにね。そうだ、怖いなー、うん、エンデュロ危ねえ一緒に晴れた。おお、夕日かっこいい。撃った？わあ、初ですね。初だ。おお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 。最高ね。めっちゃいいじゃん。めっちゃいいじゃん。わあ。何これ。やばくね。ちょっと先に行きます。ぬかるんでて走りづらいな。すごいね、こんな感じなんだ。うわぁ、初めて来たよ。バイバイ。ちょっと今手振れないんだ。どうもどうもどうも、なんだけど手振れないんだ。手振って転んだらかっこ悪いですねこれ。やばくねこれ、進めないじゃん。すごい、おおお、こう、危な、危な、すごい。おい、全国のライダーがここに集結してるわけですね、うん、すごいわ、素晴らしい、すごい、いろんなジャンルのバイクがいっぱい、あーすげー、あ、すごい、そうだね、内見最高なんじゃないの。思ったのに一足で走るもんなの。いや、何でも、何でもいい。一足やばいっすよね。うん。俺2で走ってました。2で走るのか。うんうん。うん。自分は。お、すげえ。なんだこれ。トゥク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 。本当だ。じゃあこの辺でいいかな。本当だ。なんか侵食されてるとか言ってたもんね。怖い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 。ほほほほほ。よし。到着だ。到着。お疲れ様でした、皆さん。Times. Another drink and I'll go anywhere the
me. みんな3人さんに、あ、違う。よし、OK。